後方からまずは山田が柴崎を連れて前へと攻め上がっていきます。アバンの4コーナー、後ろから押さえて7番の山田、さあひとまずは南関東勢の横で止まりました。 3番の近藤に楔を打って7番の山田ただここは3番の近藤も車を下げません前で待つのは北日本連携ですさあ1番の山崎が前でちょっとペースを上げまして3番の近藤そして今度は7番の山田亮中部勢たたいていくかさあここは2番の柴崎がちょっと離れ加減柴崎が3番手に降りましたでしょうか 1>, 1番の山崎が前行きから突っ張っていくような感じさただそれでもなお7番の山田が力で挑んでいって1番の山崎が冷静に送り出して2番手を確保いたしましたこの後ろが5番の斉藤としのぶそして後,は後方から南関東勢3番の近藤が5番手から渾身のまくりを放っていくそして2番手からその差を詰めて1番の山崎山崎もここで縦に踏んでまいりました逃げる7番の山田遼4コーナーを回ってくる先頭1番の山崎に変わった山崎先頭山崎先頭で五輪